ケビン・マサユキの同級。武井さん、今日はロケにやってきましたね、はい。まあ、楽しいロケにやってきたんですが、ここはですね、熊本です。なぜ私が熊本に来てるかと言いますと、 DID 全日本モトクロス選手権シリーズ第1戦がこの熊本で行われてるんですよ。その第1戦のシリーズをですね、取材に来ているんですが、ちょっとやはり僕初めてモトクロスのレースって見るので、どういうものかっていうのがすごくやっぱ興味があるんですよ。ただね、もうここからこうアナウンスの音だとか、ちょっとエンジンの音だとかっていうのを感じるぐらい、ちょっとまた野球場とはですね、当然違う空気感を感じるんですけども、ちょっとワクワクしてますね。ちょっとモータースポーツ好きにとっては非常にちょっと今日は一日楽しませていただきます。武井さん、熊本は来たことある？熊本はね、野球で何回か来たことあります。僕らじゃ藤崎大球場って言って、熊本のお城の下にある球場だったんだけど、当時は両翼100メートルあって、すごく大きな球場で有名で、センターのライト側にですね、すごい大きな木があって、その木の太い枝にファンの方たちが座って野球を見てるっていうのが熊本のすごい印象残ってるんですよ。その試合はあれですか、シーズンですか、阪神の公式戦。公式戦で、ね、僕らの時代はだから太陽ホエールズとの試合でした。熊本県はまずは川上さんが、川上さん忘れちゃダメだし、平成令和の三冠王松中村上両選手は熊本でしょ。これで広島カープの前田君も広島だよね。で、阪神でいうと岩佐田も熊本なんじゃない。で、島田海里、だ、前田さんも確か熊本だったんじゃないかな。だから結構熊本ってプロ野球選手輩出してるよね。まあ、やっぱりでも熊本というとやっぱ川上さんというイメージがすごく僕らの時代強いのかな。川上さんというと掛布さんのやっぱイメージとかだとどうですか。あの V 級時代の選手でもすごかったんだろうけども、監督としてのまあ、V 級という今では考えられない、9年連続日本一だよ。だからそれだけの戦力もあったんでしょうけども、監督がやっぱ僕らイメージがすごくやっぱ強いよね。当然現役時代は赤バット青バットと言われるようなねことはもう見たことがないので、まあやっぱり僕ら子どもの頃はもう川上さんの王さん、長嶋さんの巨人に憧れてやっぱり野球を始めた一人なので、まあそういう意味では監督川上さんという印象が僕はやっぱり強いよね。あ、レース場が見えてきましたね。あ、来ましたね。なんかもういろいろ屋台というかキッチンカーなどが出て、ちょっとお祭りのような雰囲気があるね。それと、平成の三冠王 松中さんと令和の三冠王村上さんを輩出している県という。松中君はね、プロに入る前に一度東京ドームの隣のね後楽園飯店で食事したことあるんだよ。それからソフトバンクに入っていったんだけど、で三冠を取った時に王さんにお聞きしたんだけど、打つだけであれば王さんが松井選手よりも上だねって言ってました。やっぱインコースのさばき方だよね。ファールにしないインコースのさばき方ってのはプロ野球の歴史の中でも一二を争うインコースのさばき方はしてたと思います。だから僕は二軍監督の時にちょうどまだ松中選手が現役だったので、ちょっと阪神のもう横田に対してちょっとバッティングをどういう形でいろいろ練習アプローチかけていったらいいだろうっていうようなヒントを松中選手にもらったこともありますわ。それと
それに対して松中選手ももう自分がやってきたことを隠さずね、全部僕に言ってくれるぐらい、なんて言うんだろうな、後輩に対していい野球やってもらいたい、プロ野球を盛り上げたいという気持ちが非常にこう感じられるような選手でしたね。令和の参加を村上選手も、いやこれはね、村上選手に関してはなんて言うんだろう、あそこまで僕はね、その率を残すとは思ってなかったんだよね。ホームランは多分40本以上のホームランは打つだろうなと思ってたんですけども、まさか王さんの記録を抜くようなね、56本でしょ、3割を超える打率、打点もとんでもない打点を上げてますよね。そういう意味ではあの今の時代、非常にこう低めの変化球がね主流な時代に、三冠王というバッターが僕出ないんじゃないかと見てたの。僕が思ってる以上の野球やってくれましたね、かなり自分のスイングってものを変えてきてると思うんだよ。アッパーに入るのをレベルに入ったりだとか、だから技術的にもすごく進歩進化してきてると思うね、あとは加計さんがセンスのいい選手と、あの同級の中でもこの前言ってた前田さんとかも熊本県で、これ前田選手に関してはヒットを打ったりだとか打つということに関してね、僕は今子供たちが野球を始める子供たちがいるんであれば、じゃあ誰をお手本にしてバッティングのフォームを考えたらいいかと考えた時に、僕は現役時代の前田選手の YouTube などの映像を見て、前田選手の打ち方というものを子供たちはこう 目の中で吸収して取り入れていくっていうのが一番いいと思う。僕だとかイチロー選手だとかではなくて、一番オーソドックスにやっぱりバッティングのスタイルをしているのは前田選手だと思うんで、ぜひ子供たち、もしも野球に興味がある子供たちがいるんであれば、前田選手の打つ姿を YouTube で見て、その形に近づけるってのは、僕はいいことだと思いますね。で川上さん筆頭に、はい、なんか野手の名選手がすごい輩出してるな、なんかある、そうだ、なんかあるのかな、はい、熊本って。まあでもこれはね、なんて言うんだろう、絶対数もあるよね。千葉なんかでも結構プロ野球選手多いと思うんだけど、多分長嶋さんを筆頭にやっぱ結構野手陣も結構なメンバー、千葉の OB もいると思うんですよ。これをちょっと理由づけるのは難しいな。非常に難しい。あとは、はい、熊本出身の阪神の選手で岩貞選手と島田海里選手、もうちょっと頑張ってもらいたいね。岩貞ちょっと故障して出遅れたけども、やっぱり岩貞が1枚入ると後ろの戦い方が楽になると思うので、もうちょっとそのなんていうのかな、岩貞らしい活躍を今年は期待してるし、島田海里にしてももうレギュラーを取れそうなんだけども取りきれない、これ何なのかっていうことを自分で考えながらね、やっぱり今年1年頑張ってもらいたいよね。やっぱり近本と同じようなタイプの選手なわけだから、レギュラー取るためには近本を抜くぐらいのそういう気持ちを持ってやっぱり野球やらなければいけないと思うし、なんかベンチにいる自分で満足してほしくないんだよね。常にやっぱスタメンでレギュラーとして出るんだという気持ちを忘れずに、今年1年やれるかどうかって島田海里にとってはすごく大切だと思う。試合に出るライダーさんとか、はい、あとは大道工業さんのブース等があるんで、そこをちょっと取材に行かせていただけるということなので、はいはい、早速見に行きたいなと思います。バ
イクを始めるきっかけっていうのは何だったんですか？うちの親父がまあこういう趣味のライダーをやってた、それの影響で。大きな、こんな失礼ですけど、はい、怪我とかもしたことないんですか？いや、めちゃくちゃ僕怪我してて、首2回折れて。こけて？ここに傷跡あるんです。あ、本当だ。今もまだバイクやってるから、まあ自分で言うのもあれですけど、首折れてるのによくまたやってんなと思って。いや、私も今そう思いました。ぜひ買ってください。はい、応援しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さんこうライバルになるわけですよね。そうです。やっぱお互い認識し合うんですか？チームは一緒ですけど、まあ、負けられないと。このゼッケンっていうのは去年の順位で決まるんですか？去年のシリーズ戦の、あ、シリーズ戦の8戦の。そうです。あ、じゃあチャンピオン。はい、去年出た。で3番。で今年から上がったってことですね。Yeah, so I am rookie in the class, so I have stepped up to the 450 class. ルーキーなんですね。ステップアップしたってことで。じゃあ1年後にはこれつけたいわけだ。いいです、期待しておりますんで。楽しんでください。ありがとうございます、どうも。バイクを始めたきっかけは？バイクを始めたきっかけは、僕の声似てるね。本当ですか？嬉しいです。親の絵。ただ皆さんお父さんなんだ。で、始めたきっかけは？僕は、まあ、僕もお父さんなんですけど、皆さん答え一緒でね。こんなことは本当失礼なんだけど、バイクの手でちょっとぐらいやんちゃをしたことあるんですか？少しぐらいは。いや、バイクの免許すら持ってなくて、ここまでバイク乗ったことないんですよ。あ、レース場だけでしか乗ったことないの？レース場しか乗ったことなくて。あ、バイクの免許持ってないんだ。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。黄色はね、阪神カラーですから。いや、そう、その質問をちょっと今日されるかなと思うんですけど、うん、僕、広島県出身で、ちょっと申し訳ないです。どういうことなんだよ。カッパン。いや、いいよ、いいです。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます、どうも。ありがとうございます。バイクを始めたきっかけってのは、女性だからすごく興味あるんですけど。きっかけはと、お父さんの100% 同じ答えです。皆さん全員がお父さんがって言いました。お父さんの実家の近くに今入ってるこの T スポーツっていうチームがあって、でそこはキッズスクールをやってるんですよ。でそこで自分がなんか覚えてないんですけど乗りたいって言ったらしくて。覚えてないけど乗りたいと。そういうことですよね。じゃあ明日期待しておりますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。バイクを始めるきっかけは？バイク始めたきっかけはまずお父さん、父親がやってたのがまずきっかけで、すごく最初自分バイクがとても嫌いで、はい、親が行くから無理やり連れて行かされて乗させられてたんですけど、女の子、女性だけのスクールをやって、スクール、はいはい、それに参加させてもらったのがきっかけで、すごい楽しく教えてもらったのがきっかけ。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャンプするじゃない、今日ちょっと見せていただいたんですけど、怖さってないんですか、飛んだ時に？やっぱちょっと怖さあるの、やっぱり。まあでもやっぱ慣れなんだ。あんま高く飛びすぎてもダメなんでしょ？そうですね、やっぱ低く、あ、長く遠くに飛ぶのが一番早いタイムを稼げる。で、そうとなに、飛ばずに自分のテクニックでバイクを低く飛ぶ、抑え込むわけ。飛び出しの時にバイクを寝かして、こういう風に、はい、僕はね、カッコつけてるのかなと思ったんだけど。それもありますね。あ、正直でいい。いやいや、でもそれはちょっとパフォーマンスもあるけど、うん、なんか抑えるという。ああ、頑張ってくださいね。お願いしますよ。これが DID さん、大東工業さんブースです。まあ、アンバサダーとして寄らないわけにはいかない。ちょっと寄ってみます。
こんにちは、どうも。いや、僕初めてこの会場来ましたけど、どうですか？なんか熱気がすごいですね。そうですね、皆さんいい表情してました、明日に向けて。大同工業さんのこれ年間8000っていうのは全部冠大同工業がついてるわけですか？基本的に年間で冠スポンサーという形でやらせていただいてます。あ、そうなんですか。全然僕らも転戦してこういった新商品の紹介であったり。あ、なるほど。ライダーが部品が足りないとか、そういう時のレースサポートとかも供給するわけ。そうですね、はい、そういったことも。これ、こんなこと聞いたらすごい失礼なんですけど、はい、いろいろ今メーカーのバイクが走ってますけども、はいはい、そのチェーンに関しては何パーセントぐらい大同工業さんのチェーンを使っているんですか？僕らの調べたところによると、はい、大体6割から7割ぐらいは大同工業さんのチェーンを使っているわけですか？はい、今ここに飾られているのは新しい商品とかですか？こういった商品を、ね、皆さんがリムにホイールとかに組み込まれて使ってるっていう形なんですよね。非常に綺麗な色ですね。そうですね、メーカーのカラーに合わせた本田さんの色とか。そういうことか。鈴木さんで出す。なるほど、はいですね。じゃあ素晴らしいものを提供これからもしてください。ありがとうございます。はい、どうも。はい、何でも一緒だけどさ、やっぱ一番トップになっていくにつれてバイクも着てるものも綺麗なんだね。分かりやすいね。これ30台ぐらいが横一線に並んで一気に来るからとんでもない迫力だよね。15秒前です。すごいやん。砂の巻き上げが全然違うわ。なんて迫力なんだよ。やっぱりなんていうのかな、こういうのって事故がある、そういう怖さもあるじゃない。なんか生死を感じるようなスタートを感じるんだよな。相当の覚悟を持っていくんだろうね。首の骨折れた、はい、だから、はい、もうインタビューした子 1,2,3 の、はい、トップ3フィニッシュ。そうです、そういうことでしょ、はい、グーはいはい。あ、まあ、目が違うね、全然昨日と。昨日と全然目が違う。昨日はもっと優しそうな、優しそうだった、うん、かっこいいね、やっぱり顔が違うね。いや、これは嬉しいな。
ということで、はい、モトクロスのレースを観戦されてどうでしたか。いや、初めてモトクロスのレースを見せていただきましたけど、あの30台近いバイクが一気にスタートする迫力はやっぱりすごいね。鳥肌が立ちました。それとあのジャンプの高さだとか、あのなんていうの、第一コーナーに入っていく時のちょっとぶつかるんじゃないかなというせめぎ合いと言いますか、その迫力と言いますかね、いいものを見せていただきましたね。で今回は小さい子供から女性で、あのクラスが分けられてましたけども、そのクラスクラスでのなんか激しいその突破争いみたいなものを 見ることができましたので、だからちょっとこの1回だけじゃなくてですね、もうちょっとこうレース場に足を運んでモトクロスを勉強したいなというな魅力を感じましたね。だからもしも興味あるような方がいればね、一度会場に来てこの音だとかそのジャンプの高さだとか速さっていうのかな、その生で感じることがねすごく大切だなと。野球もテレビで見ることも大切だけど、球場に行くと違うものが見えるんですよ。あ、これがモトクロスなんだと、いいものを見せていただきました。ありがとうございます。あと会場もこうお祭りのような雰囲気、なんかこう手作り感があって、そういうことみんながモトクロス好きですよという集まりで、お祭りのような形の空気感があるんだけど、ライダーの方たちのその戦う目という緊張感っていうのはやっぱあるんですよね。だからすごく緊張感のあるそのライダーの目と、なんか周りのお祭り気分のそのギャップも楽しめますよね。一日楽しめると思います。ぜひぜひ会場に足を運んでください。What?